皆さんこんにちは。ヤリスクロスの納車待ちユーザーです。今回の動画では今まで Amazon でポチったパーツをまとめて紹介します。納車はまだまだ先なのに Amazon でポチったパーツもこれだけになりました。内装の便利アイテム、ドレスアップパーツを中心に購入していますが、一度整理してお伝えしたいと思います。最初はヤリスクロス専用ドアロック、ドアストライカーカバーになります。目立たないパーツですが、何気に高級感がアップします。次はヤリスクロスポケットマット、インテリアラバーマットになります。こちらをドリンクホルダーやダッシュボードトレイに敷くことで、静音や滑り止め、傷つき防止になります。それに質感もアップしますね。こちらはヤリスクロス専用カップホルダーパネルです。ピアノブラックで質感が高く、ヤリスクロスのインテリアの弱点、センターコンソール周りの質感アップになります。こちらはヤリスクロスは4枚ドアなので4枚ありますが、ステップガードとかスカッフプレートと呼ばれるものです。靴とかで傷つけやすいドア周りの保護とドレスアップになります。最後にこちらはヤリスクロス専用サイドボックスゴミ箱です。ゴミ箱とありますが、小物入れとして使うつもりです。というのはヤリスクロスは蓋のある収納がグローブボックスしかありませんので、これが大変重宝するはずです。今までに購入したものは以上ですが、 Amazon の欲しいものリストにはまだ多くのパーツが登録されていますので、皆様のご参考になるようにまた紹介しますね。皆さん、ご視聴ありがとうございました。